最初はグー、上下プッチおはようございます、グッチです。今日はですね、なんと塩浜の市民体育館さん。そうですね、市川の塩浜市民体育館さん。僕は初めてなんですけど、吉屋さんにしてですね、去年です、還暦の表情をやったことがあります。で、海の里関がたちまちやっていただき、それで水野会長が木村隆史郎隆史郎教授で先導役を1年前にしましたね僕はさっき、まあ、その時結構怖いことになりました。そうですね、グッチャネルが始めた頃から来ていただいて、その頃に髪を次1年後にまた大人同様して皆さん、僕は招待ですので、それを一緒に稽古会やりましょう皆さんはこういう会を定期的に行いたいと思います。ぜひお気軽に参加してください。で、今日はこの稽古の後にあのちゃんと高丸さん、電気の部分の高丸さん、高丸さんのちゃんこ屋で交流会を行います。こういうちゃんこ屋も定期的にかもしれません定期的に行いますので、皆さんもDM とくれたらいつでも参加できるようにしてますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。膝がこう前に出ないで、股関節から片手で骨盤が倒れないようにしっかり股関節から上げます。20回いきます。よし、こうすると膝がこう出るんですか。こうすると前の筋肉が使われて、裏が出て伸びないので、ストレスがないので結構膝に負担がくるので、これを膝が若干出るのはしょうがないですけど、股関節から軌道、スクワットでみんな多分膝を意識しちゃうんですけど、股関節から、それで姿勢いいんだろうなと思います。あ、そうです、そうです、お尻突き出して、一応あの骨盤をしっかり巻いていければ前傾になってる。あ、そうそうそう、それをここできるだけ、多分ここ最初詰まるんですけど、ここをちょっとゆっくりこうあと曲がりをすると四方まで上がります。そう、昨日に行くと、しかも膝に下がらせる。体の場所を前から大丈夫です。肩甲骨を引っ掛けて膝を前で挟みずに下がってします。よし、2、3、4、5、6。で、次は相撲サイドで足を前で広げていく。この時も、そのスクワットがこういう動きになるんですけど、そしてここばかり使って、これも、なんですか、しっかり動かしてます。で、自然に膝が曲がっていく。そうするとお尻が結構刺激されて、引き締まります。よし、それで、お尻をこう締めたり持ち上げていくんですね。そうすると、この辺も全部使える。膝ばっかり太くなるようにしてます。3、すぐ後ろに振ってしまう。内ももに振ってしまうですね。膝を振ってしまう。外に振ってしまう。よく聞こえる。最初痛いんだけど、ゆっくり。そうすると、シュッ。5。これも、やりづらいです。体ができるだけブレないように保っている。これもこう膝が前に出るとここばかり刺激されて、左手を一点に集中してこう負担が取れて、なんですか、こう電気だったら大丈夫です。こういう動き、ここを上げて股関節から回って、それを10回でやってみましょう。よし、でこうやって、このお尻の力を持っていく感じですね。シュッ、よし、で、3、お尻で、ゆっくり、柔らかくして、シュッ。
シュッ。おっ、それできる範囲で無理しないです、はい、タップ筋とかあるね。よし、入らないように姿勢に9、お尻が結構パッと触れる。これ、まあ、相撲にも結構役に立って、こう動かれた時にこう体勢を崩す時に膝を押し、膝でこう入っちゃうんですけど、押し、このここがですね、相手の動きに圧力をカバーできて、怪我などがつながるし崩れづらいです。膝を握っていくって、はい、バランスを取るんですけど、お尻で関節でこういう残り方ができるように安定して怪我もする。こうやってやられてる人結構大相撲がいるんですけど、結構足首に負担がかかるので、まあ、ここを伸ばすとしてストレッチ的な感じに。さっきの感じで力士とかは昔は取られてたので、最初は10回と20回とちょっとずつ
これも足早くやるからみんな焦って、ただこんなのなってきて、そうじゃなくて丁寧にしっかり体重を乗せて休める前に行きましょう。10回です。行きます。よし、体を動かして、そうそうそう。
でこう寄せていこうとなると、みんな足がこう今度は単独が良くて足が内に入っちゃって、相撲は絶対に動かれたから動かれた方にこういう風になって突きつけていく。おかしの側は正確に開いているものを動かれたからといって狭めちゃうと、この時点でもうバランスするという相撲を実際に取るのは実際にやると、その動きをしたくないので動かれたら寄せていただく、寄せていただくときになるので、それをカバーして積んでいくだけだ、そういうふうに相談して今できるの何かやってるの動かれたらしようそれとか、こういう基本的な回避して、足してるでも、しっかり返し、Thank you.
力の方向を
でぐーっと流して、横を流して、これで3本、左、右、真ん中、それで3つの数が多分感謝してます。それで夢を掲げて、だからみんなこう、今のもするとこうやってるんですよ、手を活躍で、実はこうやって、手をこの位置で掲げて、手をこうする。本当は来ないわ。それでこう評価してみる。思考する。それで良い思考を取られてるから頑張って。まあ横綱の戦略があるというのは簡単に掲げる。それで手を返して思考に返す。